サンドッカーズ渋谷。サンドッカーズ渋谷は B リーグに所属するバスケットボールチームである。本拠地は東京都渋谷区。SR 渋谷の略称も用いられる。母体は日立製作所男子バスケットボール部。運営会社は株式会社日立サンドッカーズ。クラブカラーは日立時代のイエローを継承する。クラブマスコットは北極熊のサンディ。 オフィシャル DJ は、パトリック U。全国タイトルは、日立時代の計20回、全日本総合1回、国体13回、全日本実業団6回。2000年のバスケットボール、日本リーグのセミプロ化、JBL スーパーリーグの発足に合わせて、日立社内にあったバスケットボール部である、日立本社、ライジングさん、1935年創設、日立大阪ヘリオス、 1956年創設が統合される形で創部された。愛称のサンドッカーズは太陽を揺らす激しいダンクを狙い撃つ集団の意味が込められている。ホームゲームは国立代々木第二体育館など東京都内のほか、日立関連企業の大千葉県柏市、さらには日立発祥の地である茨城県内でも開催した。特に柏市では同地を本拠地とする。 女子チーム JX、エネオスサンフラワーズと合同で柏市バスケットボール教室を開いている。日立大阪からの流れで、スーパーリーグ時代には大阪府を中心とする近畿地方でホームゲームを開いたこともあった。前身の日立本社、大阪時代を含めて国体以外の単独チームによる全国大会、リーグ、オールジャパン等のタイトルを2014年まで手に、 していなかった。しかし、2008から09シーズンは、オールジャパンリーグで、初の決勝進出、2009から10シーズンでは、オールジャパンで2年連続の決勝進出、3戦とも、愛心に敗れて、準優勝を果たしている。そして2015年のオールジャパンでは悲願であった、初優勝を果たし、チームとしては、初のタイトルを手にした。2013年、 ナショナルバスケットボールリーグ参戦に伴いチーム名を、日立サンロッカーズ東京、日立サンロッカーズ東京都市、東京と柏のダブルフランチャイズとした。2016年の B リーグ発足に合わせ、2016年4月1日に、クラブの運営母体を、日立の子会社として設立された、株式会社日立サンロッカーズ、日立サンロッカーズ、日立サンラオーカーズ、LTD に移管。 チーム名を、日立サンロッカーズ東京、渋谷、古サンロッカーズ渋谷都市、ホームタウンを東京都渋谷区とすること、ホームアリーナを青山学院大学内の体育館である、青山学院記念館とすることが発表された。なお、ホームタウン候補は当初、練習拠点のある千葉県柏市で検討していたが、アリーナ確保のための支援が得られなかったため断念した。 2016から17年シーズンは、青学記念館で24試合開催のメインと、しながら、大田区総合体育館3試合、墨田区総合体育館1試合、さらに企業チーム時代に、柏市を準本拠とした名残で、流山市民総合体育館、キッコーマンアリーナで2試合を試行した。2016から17年シーズンは、B1 中地区で開幕を迎えた。 開幕カードである横浜戦9月24日9月25日横浜文化体育館で横浜2に2連勝と最先の良いスタートを切る開幕当初は中地区2位だったが12月からのインターカンファレンスに突入すると苦戦を強いられ一時は中地区4位に転落するなお年明けには NBA プレイヤーだったロバートサクレモトロサンゼルスレイカーズを獲得している なお、広瀬健太枠、本人がパスをしたいのに味方はスクリーンをかけに来たり、逆にスクリーンをかけて欲しいのにパスを要求したりとか、逆サイドの選手も全く違う動きをしたり、ディフェンスでもスイッチするのかしないのか、そういうイメージの共有ができなかったところで、なかなかチーム一丸で戦うことができなかった。らしい。しかし、サクレが加入したことや、ディフェンスをベースにした。 チーム作りを行った結果、チームは上昇傾向となり、結果的に32勝28敗で中区3位、総合順位7位、ワイルドカード開枠での B リーグチャンピオンシップ進出を決めた。クォーターファイナルでは、同区優勝の川崎に完敗し、クォーターファイナル敗退となり、シーズンを終えた。BT テーブスヘッドコーチの退任、アイラ・ブラウン、RT グイン、 大塚博士と藤高総一郎などの契約満了を発表した。なお、当シーズンでは、広瀬健太が B1 リーグ初代スティール王をベンドラメレーセイが B1 リーグ初代新人王を獲得した。2017年8月、正式なチーム名もサンドッカーズ渋谷に統一した。前シーズンでは、アシスタントコーチを務めていた勝久・ジェフリーがヘッドコーチに就任。 また、琉球ゴールデンキングスの前ヘッドコーチだった、イサツトムと千葉ジェッツの通訳だった、広瀬圭介がアシタントコーチに就任した。アイラブラウン、琉球、アキチェンバース、千葉、藤高総一郎、大阪、大塚博志戸、富山などが対談した。その一方で、三河から長谷川智也、仙台から菊池正と、琉球から山内森久を獲得した。 全シーズンは B1 残留プレイオフの結果、秋田ノーザンハピネッツ、東地区5位、総合16位、仙台パチ19アーズ、東地区6位、総合18位の降格を受け、川崎ブレイブサンダースと共に、東地区に編成することになった。最終順位は、東地区5位で、チャンピオンシップ進出を逃した。サクレとレイカーズ時代チームメイトだったライアン・ケリー。 死がレイクスターズからファイサンバを獲得した。開幕からわずか1勝と思うように勝ち星を挙げられなかったため、10月26日に勝久ジェフリーヘッドコーチが解任。イサツ・トムがアシスタントコーチがヘッドコーチに就任した。以下は B リーグ加盟員後の統計、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。